皆さんこんばんは。プロ野球中日対巨人の試合を名古屋ドームからお送りしていきます。ドラゴンズの先発ピッチャーは山本昌。現在1回の表、ツーアウトランナーはありません。打席にはこれから小笠原が入るところです。初球ストレート決まりました。解説の星野千日さん、今日の山本昌の立ち上がりはどうですか？非常にいい立ち上がりですね。彼はわしが育てた選手ですから。そうですか。こちらは三塁側ベンチの原監督です。後ろに映っております高橋由伸が他から復帰して今日一軍に登録されています。変化球、バットは曲がっていません。ワンストライク、ワンボールとなっています。リプレイをご覧ください。ギリギリ振っていないでしょうか。岡沢はここ5試合でホームラン3本と当たっています。岡沢もわしが育てたようなもんですからね。当然ですよ。そうですが、いい当たりだ。行きました。ライト井上、バックする、入るか、入るか、飛びました。ライト井上ファインプレー。ちょっと詰まってたのかな。1回の表、巨人は3人で攻撃を追っています。他球場の途中経過と結果です。それでは、デーゲームで行われたロッテ対ソフトバンクの試合を VTR でご覧ください。1点を先制したソフトバンクは5回、この回1戦闘の松中、ロッテの先発渡辺俊介からこの当たり。ライトへのソロホームランで2対0とします。その裏、ロッテが三塁までランナーを進めます。ソフトバンクの先発は荒垣。この日3つ目のハイルドピッチで、ロッテが1点を返します。しかしその後はソフトバンクが継投でなんとか逃げ切り、最後は那覇だ。西岡の打球を、京都川崎のファインプレーで抑え、試合終了。ソフトバンクがロッテを2対1で破っています。さあ、名古屋ドームではプアラが登場しています。果たして今日は楽天は成功するのでしょうか。実はプアラもわしが育てたんですよ。え、そうですよね。さあスタートしました。どうでしょうか。失敗。プアラ、チームに水を差す。水差しがロープです。やっぱりドアラはそばでドラム。この芝居の目的でスタジオまで運んであげるわ。鍛えたからで慣れてたかるとTell me too.